敵じゃなかったな。弱すぎて暴れ足りないぜ。さっさと乗ってくんな。もう出航だ。アンジェラがまだ来てない。お願い、もうちょっとだけ待って。悪いが、もうこれ以上待てん。諦めてくれ。船が出るぞ。時間を無駄にしてしまった。マイアに逃げたら急いで残りの精霊たちを見つけないと。着いた。でも行く当てない。町の人に話を聞いてみる。それいいと思う。
私がボンボヤジだ。君たちは誰だ。いや、そんなことはどうでもよろしい。いいところに来た。とにかく裏庭に行って待っててくれ。それは何かと聞きたいのだろう。まあ、待ちたまえ。マイヤとフォルセナの間は吊り橋一本しか道がないから、遠回りな上、危険なモンスターだらけの黄金の街道を通らねばならず、何かと不便だが、しかしわしが今作っているスーパーキャノンマーク2なら飛びで行けるようになる。もうすぐ完成なのだ。というわけで、わしの自慢終わり。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。またのお越しを。俺もお前たちと一緒の船でジャドから逃げてきたのさ。噂じゃ聖都ウェンデルの光の司祭様が命がけの結界を張り、獣人たちの侵攻を防いだそうだ。ところがだ、光の司祭様はそのために不治の病にかかり倒れてしまったらしいぞ。ウェンデルでその病を治せるのはヒースって神官だけだっていうのに、その神官も行方不明らしい。これじゃ司祭様助からねえかもしれんよ。おかわいそうに。そんなおじいちゃんが大変でち、すぐ戻らないと。シャルロット、無理だ。ジャド戻れない。オイラたちは司祭様のためにも早く。グレンの魔導士を倒すまでフォルセナに帰らないと決めていたが、まさかクラスチェンジもせずに戻ることになるとはな。
せるぞ。準備はいいかい。そうだ、いや、そうだ。今のがオイラの必殺技。準備はいいかい。何者だ？貴様、フォルセナ兵だな。見つけられては生きて返すわけにはいかん。この場で抹殺する。ちょっと待ちな。どういうことだ？抹殺？何？うわあ、ボスが怒るんでち。黙れ。お前らも仲間だな。おい、例の魔兵器を使うぞ。こいつらを橋の上に閉じ込める結界を張れ。はっ。なんだ。まさかこいつ。フォルセナに攻め込むつもりなのか。なんとしたら。なんとかしないと。どうだ。どうだよ。もう死んじゃえ。はい。いや、どうだ。こいつら2体相手するのは大変。どっちか片方を。
集中し倒したい。でも、もうフォルセナ、行けなくなっちまった。行く方法探そう。もし海で繋がってるならオイラ泳いで行く。デラックススペシャルキャノン V2 の出番じゃな。あれ、名前変わった。あー、うるさい。そんなことはどうでもよろしい。とにかく裏庭に行って待っててくれ。
さあ、ついに完成したわしのウルトラゴージャスターボキャノン2号の打ち初めじゃ。あ、作るのに夢中で忘れておった。火薬だ、火薬、ニトロの火薬がないぞよ。すまんが、君たちニトロの火薬を取ってきてくれ。わしは次なる発明で忙しいのでの。よっしゃーさー、いっちゃいっちゃー。火薬だってな、どこで手に入れれば。他の人に聞くしか。俺一人でも十分。敵、みんなで倒せ。俺たちは強くなっている。気を急ぐぞ。ドワーフのトンネルってこの辺りのはずなんだけど。
っと僕も出ますね。この洞窟の壁はですね、うまい具合に光の屈折を利用して幻を見させているんすよ。大地の裂け目は別名宝石の谷と言われるぐらい、水晶などを岩に含んでるもんすから、ドワーフたちがそれを使って入り口を隠してるみたいっす。まあ見ててください。この岩、一見ただの大岩に見えるっすけど、僕の光で屈折方向を変えてやると、じゃーん、これが真実の姿、ドワーフトンネルへの入り口っす。さあ行ってみましょう。ドワーフの村、見つかってよかった。早速道具屋に行って頼まれた火薬を探しましょう。あのワッツなら出かけちまっただよ。なんかトンネルの奥の方でどえれえことになっとるちゅうて。だけどモンスターがうようよしとるけ、アイテムでも買うてけ。そういやおらワッツに店番頼まれてただ。そんなわけでいらっしゃいませ。どれもおすすめの商品だめ。ワクワクでち。また来るだよ。ワッツを探しているだか。やつならこの奥の方にいると思うで。俺今ここさ、あげてやから。なんだ、じゃらしねえやつらだな。んだば、おらはこの辺で。おいら負ける気がしない。
強くなっている。んだ、オラがいかにもワッツだ。ニトロの火薬？ああ、それならほれ、ここにあるだよ。もちろん、ただでとは言わねえべ。五千力でどうだ？ほれ、ニトロの火薬だ。おお、こんなことしてる場合じゃねえだ。この場所は、オラたちの守り神、ノーム様の神聖な場所だったのに、ノーム様がいらっしゃらない。最近、どうも地震やら地鳴りやらが多いので、心配して来てみたら、ノーム様が行方不明。ああ、えらいこっちゃ。こうしちゃいられねえだ。オラ、ノーム様を探しに、洞窟をさらに奥に進むだ。あちゃ、行っちゃった。火薬、手に入った。これは食えなそう。でもこれ使えばフォルセナ行ける。ねえ、ノームさんが行方不明って話ちょっと気になるわ。フォルセナに行く前にワッツさんを追いかけてみない？もしかしたら大変なことが起きているのかも。みんなで倒せ。これがオイラの戦略。なっている。ここは、こんな穴、今までなかった。ほら、
何か嫌な予感がするんだ。聞いた、今の。こんなところを長居は無用。お先に。びっくりした。こんなでっかいモグラ初めて見た。オイラたち、お前の餌じゃない。さっさと帰れ。これかな。気をつけろ。あの野郎、何か仕掛けてきそうだ。準備はいいかい。しかし驚いた。ありゃ伝説の地底獣ジュエルイーターだがや。このトンネルの入り口、大地の裂け目は別名宝石の谷って言われてるだ。その宝石の谷で千年に一度世界に異変が起こる時、ジュエルイーターは生まれるっていうぞ。ジュエルイーターは出るし、ノーム様は行方不明だし、一体どうなっちまうんだろう。ヒキエン、誰だ、わしの噂話をしとるのは。なあ、ノーム様、ご無事ですか。当たり前じゃ、見ての通りピンピンしておるわい。いつものように昼寝してたら、いつの間にかジュエルイーターのやつに巣穴まで運ばれちまったようじゃの。いや、もう少し寝とったらやつに食われとったかも。あそんな笑い事じゃないですよ。ノームさん、私たちに力を貸して。ほほー、かわいこちゃんのお出ましじゃ。あはっ、やっはっ、やいやいやいや。お願い、聖域への扉を開くためノームさんたちの力が必要なの。にしちし、わしゃかわいこちゃんの頼み事は断れないたちでの。よかろう、どーんと任せなさり。あのノーム様を仲間にしちまっただか。こりゃたまげただ。ささ、ドワーフのトンネルの出口まで
オラの魔法のロープで送って差し上げましょう。ダバ、お達者でー、ノーム様をよろしくお願いしますね。一人でも十分だったな。火薬が手に入ったことだし、ボンボヤジのところへ戻ろう。待ってろよ、アルテラ兵。強くなっている。君たちは誰だ？火薬？うわ、そうじゃった。あ、いや、忘れたことなどなかったぞ。で、その火薬が何でしたっけ？待ちたまえ。うわ、そうじゃった。あれじゃな、わしの大砲2号くんの。先に裏庭に行っててくれ。わしもすぐに行く。
完成した。わしのウルトラゴージャスターボキャノン2号の打ち初めじゃ。風よし、方向よし、フォルセナに飛ばしてやるぞ。準備はいいかね。めんどくせえ。この穴だらけの高原を通ることになるとは。変な道、ここ通るしかない。他にフォルセナに通じる道はないんだ。諦めて進むぞ。大変だけど頑張るしかない。ところで何か食べられるもの落ちてないか。オイラの技を見せてやる。いなくなった。次の戦いに備えよう。は邪魔者、急いで倒してはいい範囲に行こう。どうだ、今のがオイラの必殺技。暴れ足りないぜ。敵たち、よし、
けでも十分だった。たちが攻めてきた。英雄王様が危ない。フォルセナは魔法王国アルテナからの突然の攻撃を受けていた。よし、お前たちはもういいぞ。これから城内に魔法生物を召喚する。退避している。吊り橋にいた連中、英雄を危ない。グレンの魔導士、フォルセナをめちゃくちゃにしやがって。いなくなった。次の戦いに備えよう。準備はいいかい？これでさらに強い相手と戦える。暴れ足りないぜ。この辺の敵は全滅させたようだな。
者。立って。危ない。ほどん、逃がさない。こいつら力ずくで止めよう。行くぞ。俺たちの邪魔をするわ。どうだ。いかに英雄をといえど、魔法で動きを封じられてしまってはどうすることもできないだろう。やはりアルテナのグレンの魔導士か。なぜバルダは、いや断りの女王はフォルセナを攻める。世界中のマナストーン占領のため、フォルセナが邪魔になる前に潰せとのご命令だ。いつまでも過去にはこだわらないと申されていた。そうか、残念だ。聞きたいことはそれだけか。よかろう。では死ね。待て。ほほう、いつかの小僧か。覚えておくぞ、また会おう。逃げるのか。俺と勝負しろ。グレンの魔導士、今度会ったら必ず。国王陛下、ご無事で。デュラン、戻っていたのか。ん？私たちはマナストーンのそばにいるという精霊たちを探しています。マナストーンの場所を教えてください。フェアリー、そうか、お前たちが。かつて竜帝との対戦の時にもフェアリーを見たことがある。実はわしもフェアリーに選ばれし者だったのだよ。え？残念ながらそのフェアリーはわしを残して竜帝にやられてしまったが、こうして再びフェアリーが現れたということは世界に危機が迫っているようだな。マナストーンは世界に8つ存在する。それぞれ土、水、火、風、光、闇、月、木の8元素を生み出していると言われている。マナストーンの近くでそれら8元素に属した精霊たちを見つけられるだろう。光の精霊ウィル・オービスプと土の精霊ノームは見つけました。ジースな残りは6つか。商業都市バイゼルから船でパロに渡れ、山岳地帯ローラントには風のマナストーンがあるはずだ。わかりました。必ず見つけてきます。残りのマナストーンを探すためには風の精霊ジンの助けが必要になるはずだ。ジンを見つけたらまた戻ってきたまえ。頑張れよ。